皆さんこんにちは、美里です。ここは近鉄大阪難波駅。今日は近鉄電車に乗って名古屋まで行きたいと思います。あ、近鉄で名古屋へ行くのは普通ですね。今回の旅は近鉄特急や急行など駅を通過する列車を一切使わずに各駅に停まって名古屋に行きたいと思います。今日もこの切符を活用します。1本目の列車は大阪難波駅6時18分発の普通奈良行き。列車は阪神難波線から直通の5820系 LC カー。この列車はクロスシートになっていました。この車両に長く乗っていたいのに3駅で降りてしまう、もったいない。さて、難波から名古屋までの 189.7km の旅の始まりです。近鉄日本橋駅と大阪上本町駅を過ぎて地下から地上に出ると鶴橋駅、大阪環状線との乗り換え駅です。このまま乗っていると奈良駅に向かってしまうのでここで乗り換えます。鶴橋6時29分発の高安行き普通列車、難波7時発の日の鳥の送り込み回送でしょうか。同じ名古屋を目指すのでどこかで抜かされるのでしょう。次の高安行きも5800系 LC カーでしたが、こちらは残念ながらロングシートモード。鶴橋と伏瀬の北北線区間に一つだけある中間駅の今里駅。次の伏瀬駅の手前で奈良線の線路が上に上がっていくと伏瀬駅です。大阪線と奈良線のホームが上下2階に分かれている珍しい駅。奈良線と分かれて最初の駅、俊徳道駅。JR 大阪東線の JR 俊徳道駅が近く、乗り換えができますが、どちらの駅も普通列車しか止まらないので、急行や準急などをよく利用する奈良県民には利用しにくい乗り換え駅です。水戸駅で2分停車。この旅で初めて列車に追い越されます。難波6時半発の名古屋行き大津特急アーバンライナーネクストでした。市議線との乗り換え駅、河内山本駅です。この駅で五十鈴川行きの急行の通過待ちで2分停車。今、乗車中の列車の終点、高安駅で下車。次の列車を待つ間に、藤山田行き特急ビスタカーが通過。ところで、高安駅は高安検索があって、いろんな電車が見られる駅です。中に島風がいますね。次に乗るのは、区間準急大和朝倉行き。列車種別は区間準急ですが、この高安から各駅に停まるので良しとします。進行方向左側の車窓には大阪府と奈良県を隔てる生駒山地が見えます。片下駅は南西方向に少し行くと大和路線と近鉄道明寺線の柏原駅がある。駅大和路線の線路をまたいで大和川を渡ると河内国分駅。対比可能な河内国分駅、この駅は特に通過もなく発車。大阪教育大前駅を出るとすぐ新玉出トンネルに入ります。トンネルを出ると奈良県に入りました。近鉄下田駅を出ると JR 和歌山線をまたいで五位堂研修車庫を横目に五位堂駅に着きます。鶴橋駅で送り込み回送中だった火の鳥にここで抜かされます。松塚駅付近で車窓右にこんもりした小山が見えます。大和三山の一つのうねび山です。大和高田、松塚、増賀の駅あたりから乗客が増えてきました。朝も7時半を過ぎてお出かけの方や部活に行く高校生たちが乗ってきた模様。車窓左から二ノ口短絡線が寄り添ってきたら大和八木駅。この駅で賢島行きの特急が先発です。大和八木と次の耳なし駅の間では、こちらも大和三山の一つ、耳なし山がねんと見えます。JR 桜井線乗り換えの桜井駅を出ると車内もガラガラになりました。この列車は次の大和朝倉駅まで。小さな流れになった大和川が近づいて大和朝倉駅到着。奈良盆地から少しだけ山に入った感があります。それでも周囲には民家も多く、近鉄朝倉台の住宅団地もあったりします。なお、この先の区間は日中には普通も準急も走らず、急行が榊原温泉口駅まで各駅に停まります。
8時52分発の五十鈴川行き急行が5200系の転換クロスシートだったので、こちらに乗ることにしました。大和朝倉から長谷寺灰原への区間は 33.3 パーミルの上り急勾配が続く区間、車窓も高い位置からの景色が望めます。さて三本松駅までが奈良県で、次の若目口駅からはいよいよ三重県に入ります。名張駅では8分間停車。ここで後ろ2両の切り離しと名古屋行き特急アーバンライナーと鳥羽行き特急の2本が先に発車します。伊豆川行き急行です。次は伊賀鉄道の乗り換え駅、伊賀神戸駅と青山車庫のある青山町駅を過ぎると山あいの風景になり、近鉄の秘境駅、西青山駅を過ぎて新青山トンネルに入ります。2つのトンネルを抜けると東青山駅。雨でした。急行の各駅停車区間は次の榊原温泉口までですが、ここで下車します。次の列車まで20分以上時間があるので下に降りてみます。雨も結構降っていましたし、階段通路は打ちっぱなしのコンクリートでスカンピンなイメージ。途中下車はできないので改札内を歩きます。雨今が一番降っていそう。自動改札でないラッチの改札口はなんか新鮮な感じ。当然ながら無人駅です。ちなみにトイレは汲み取り式の和式でした。入れ替え線から車体をくねくねしながら列車が入線。そして9時23分、伊勢中川行き普通列車が出発しました。少し離れたところに謎の彫刻たちが見えたら、榊原温泉口、ルーブル美術館のレプリカだそうです。大光、伊勢石橋あたりは周囲に山はあっても、平地が多く民家も増えてきました。川板交換駅まで来ると伊勢平野に出たという感じがします。伊勢自動車道の下をくぐり抜けて中川段落線が左に分かれると、同時に名古屋線も近づいてきて伊勢中川駅に到着。今回の動画は伊勢中川に到着のここまでにさせていただきます。次回の後編は所要時間2時間超え、名古屋線の普通列車編です。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。続きの動画もお楽しみに。